はい、皆様どうもこんにちは。第1回 MKR の最強タイプ決定戦、ということで、まあ、全18タイプどのタイプが一番最強なのか決めようじゃありませんか。ちょルールの確認もしましょうか。基本1先で決勝は2先、ルールはね、カジュアルマッチと同じで1つのタイプにパーティーを絞って、なおかつ禁電幻ありです。で、まあ、シルバディとか、まあ、いないけどアルセウスのプレートとかそういうタイプを変更するやつは禁止になっています。で、使用できるタイプは参加申請してからバランスが良くなるように各自振り分けられているんで、まあ、自分がどのタイプになっているかはその参加する前と参加した後じゃ分からない。いきなり、俺やだよ、俺岩タイプなんて使いたくないよ、ドラゴンタイプがいいよってなってる人もいるかもしれません。てな感じでやっていきましょうか。でなんですけど、ちょっとトーナメント表をね、まず見てもらいたい。これですね、1回戦目の俺の相手が氷タイプなんですよ。で、俺はね、パーティーが虫統一まあ、MKR といえば虫みたいなとこあるんでね、今回俺虫なんですよね。相当やばい。ちなみに一番弱いまであるかもしれない、虫タイプ。まあ、虫っていうタイプが弱いんだけど、そもそもの話ね、虫タイプスカーレット・バイオレットに禁電幻純電いませんこのタイプに関してだけいません、何も。いや、それがまずね、本当にどうしようもない。どうやってこれ海洋画とかザシアに勝つのって感じなんですけど、氷タイプか。まあ一応ちょっと俺のパーティー紹介するわ。6匹から10匹でパーティーの変更は試合ごとにありなんですけど、今回の俺が組んできた虫タイプはこの10体ですね。この10体を厳選してきました。いや、結構強者の虫どころは入れているけど、でパーティーはこの6体でいこうかな。地方派はね、モルフォン、ヘラクレス、バサギリ、ウルガモス、アメモース、ベラカス、ハッサム、エクスレック、こんな感じですね。なんでちょっとまあこれでいきましょうか。1回戦目はこれでいきます。さあ、それでは1回戦やっていきましょうか。相手のパーティー、いやパオジアンいない。パオジアンはとりあえずいない。鬼氷ね、思ったんですよね俺。鬼氷メダル虫のささめき入れようかなと思ったんだけど、さすがに炎の前になっちゃったな。どっちのルートで来る。白バドがいると考えたら、あいつがテラスタルをしてきてタイプ変えてきてそのまま無双みたいなのもありそうなので、どうにか初手でごまかしたいな。セグレイブ、でもステロの 対抗策なさそうだよな。まあ、ワンチャンフォレトスから入って超前眠りゴナにかけてウルガモス全抜きルートもありっちゃありなんだよな。でもそれをした時に鬼氷ルートが、相手の鬼氷ルートが積むんで、こっちがうだうだしてるうちに鬼氷で全抜きされてしまう可能性があることを考えたら、正々堂々の3体で行くか。こっちのルートで正々堂々勝負しますか。ただね、物理3体だとクレベースと、いや1体ウルガモスにしとこう。いや、これでいくわ。物理3体だとね、あれになる、氷っぽとクレベースがなんか怖いから、まあワンウェポンだけど超マイバトンじゃなくても最低限戦えるウルガモスでいきます。で、デンデさん対戦よろしくお願いします。初手なんだ、包みとかでいい。あ、やっぱ包みですよね。それは分かってた、初手包みは分かってる。で、クォークチャージでしょ。タスキの可能性も十分あるけど、クォークチャージ OK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  だったらスカーフにしなくて正解。スカーフ運用か悩んだんだよな。でもスカーフ巻いたところでこいつの上取れないやと思って一旦これにしている。ハイドロポンプ当ててくる大丈夫。いや、これ持ってきないかな。 B 硬いからさすがに無理かな。当てる。いやー、強すぎ。神だけど、バトリックスってあいつあれある、つぶてあります。ここで白のいらなき発動されたら厄介っちゃ厄介。さすがに切れ味持ってる分強い。いや、虫タイプでね、ちなみに現環境で一番強いのはこいつです。冗談抜きに、バサギ一番強いです。全タイプにステロ刺さってるんで。あ
ーそっちが来るのね。はいはいはい、氷っぽ来るのね。外し怖いから河原で行くか。うわー、トンボ帰り入れときゃよかったってなってんなこれ。てか試作の方が入るかダメージ的に。まあ、どちらにしろ一回やれされてしまうんで。あ、厚底ブーツかこれ。厚底ブーツだ。え、先制技ないよね氷っぽって。これ下黒で埋め取ってる。まさかの厚底ブーツでアイスフェイス割る。雪景色なるほどねなるほどね。何してくんのこれ。え、これ何してくんのこれ。下げるしかない。え、まさかのあれかと思ったんだけど、身代わり腹太鼓型で全抜きしてくる方かと思ったから先に。え、オールラベルか。河原すればよかったか。完全サポート型であれば超前積むぞ俺。それであればいや、このタイミング悪くない悪くない。おそらくこいつが殴ってくることはあんまなさそう。急に弱技とか飛んでくる。待って待って、それはそれはそれはいや、大丈夫大丈夫大丈夫、信じろまだお前ら俺を。テラスタル切る？いける？これ6ブラでもオールラベルあるんだよな。オールラベルが、いやこれテラスタルしないと無理だな。オールラベルと雪景色あと2ターン。オールラベルも言うて3ターンか。テラスタル6ブラで。サポート型の氷っぽにモノハナ続きが入ってるのは読めねえよ。いや絶対ウルガモス対策だよなあれ。それは読めねえ。いや変わらないのはね、これね、バサギリが後ろに残しとかないと。ここでバサギリ失うのは痛い。2対1の構図でおそらく後ろにいるバトレックスを追い込んでいかないといけないから。5回当てて5回当てて5。おっ、でかい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 。でこれで根性発動するからでかいよ。いけるんじゃない？あ、でもテラスタルして、わかんねえ。テラスタルこれ何に切ってくんのこれ。バドレックスでしょどうせ。あ、セグエブ。え、セグエブ。何テラ？え、これな、何打てばいいんだこれ。地面テラスか。インファしかないなあ。一旦下げて雪をやませるか。
下げよう。これそれだ。下げよう。バサギリこれ最速にしてるんですけど、セグレーブの方が2速いんだね。下げよう。減らしたら見よう。で、リュウマイだったら終わり。ここがこれ読まれてリュウマイされたら終わる。炎か。ロクブラかインファか。終わったマジか。これ読まれんのか。これ読まれんのか。安定だったもんな。いや自信持ってるよな。いやこれは無理だ。全部が噛み合いすぎた。こっちに強すぎた。モロハモだけど、くぅさすがに自信抜いてるわけはねえよな。入るワンちゃん。いや無理だよね。はあくっそくっそー。あー悔しすぎる。いやちゃんとしかもなんか氷っぽもよく分かんなかったし、あ厚底ブーツとかで全部対策され、いや氷っぽだな。氷っぽのモロハだな。はい、それはねちょっと訳あってルーザーズ側もねやっていって最強タイプを決めている一方で最弱タイプも決めていく、そういう流れになったんで、まさかのねドラゴンタイプとフェアリータイプが1回戦で負けたんですよ。2人とも2ついたやつが負けていたんで、まあ、なんで負けたのかフェアリータイプ見ていきましょうか。さあムーマージオーロンゲマリルリクレッフィザシアンラブラトス強いぞザシアンをどう殺すかみたいなゲームになってくるんだけど、どうすっかな。初手ロンゲかクレッフィで壁を張ってきそうな気配が凄まじいんですけど、それに対してこっちがマジレスをしていくかこっちも壁を張っていくか悩ましいところではある。どっちのルートで行こう。俺正々堂々殴りましょうのルートかベラカスルートか悩ましいところだけど、いやこうだな。これでいきます。これでいきます。最弱にはならない。勝つんだ俺は。俺は勝つんだ。ラブラトスはね、あのスカトロスの方が弱い。あいつ弱い。ちなみに言うけどどう考えても弱い。いやこのパラドックスムーマとかのがよっぽど怖い。ロン毛から来た。まあまあ悪くない悪くない。ロン毛から来るのは悪くないよ。もう速攻で釣る前、この対面は勝ち。これはね出し勝ちです。釣る前にするバトンタッチ型なんでね、ハッサムが意外とねこれ鉄壁とかのバトン適性があることを不意をついてのね。はい、なるほどね。まあそういうことしてくる。まあでも言うてバレパンもあるんで、バレパンもあるんでって言ってもここで突っ張ってザシアン降臨されて全抜きされるのはやだな。両壁、まあ、これは物理しかいないんであんま関係ないですね。最悪河原もあるんですけど、行けるとこまで行くか。バレパンでしっかり行けるとこまで行ってもらってボールクラッシュは関係ない。あーでもバトンで引き継がれるが、まあ、いいや C ダウン関係ないから。ちょっと解ける。読み合いだ。さすがに挑発かやってくること。まあでも挑発も関係ないのか。積み毒だ。
オッケーオッケー。まあ、これでどちらにしろ次上取ってるんで、少しでも挑発のターンを減らそう。挑発と壁のターン粘ろう。で問題はここだよな。ソウルクラッシュで殴ってくるか。バルパンで、はい、でゾアシアンかな。ここで出てくるのはゾアシアンかな。いや HB 特化なんで HA じゃないんだこれ。 HB ハッサム、あ回りる。腹が腹腹腹腹腹腹腹が腹腹腹が大鼓でポンポコポン。腹が大鼓でポンポコポン。いや大丈夫、出会い頭かける2いる後ろに。地獄の出会い頭兄弟が待ってるんで。何これ、何テラサル、何テラだ。インテラバックスかまされちゃう。炎をテラス、なんで刺さってんだよ。おいこれ虫テープより変えた。そうそう、フェイリーテープに虫が半減、意味わかんないんだよ。ポンポコポンポンポコポン。お盆だよね。これってテラバースト持ってる感じ。これテラバースト持ってんのか。アクアジェットで全員死ぬ運命を回避できる。いやまだ唯一の希望があるとしたら、いや俺はここでバトンをつなぐ。ここで俺はバトンをつないでいく。見とけよお前ら。ただ後ろがザシアンだった場合、後ろがザシアンだった場合どうすんのって話ですけど、まあ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 、もう知らねえ、もう知らねえよ、もう知らねえ。ザシアンとか呼ぶもん見たことない。さすがに使わんやろ。俺さっきもそうやってあいつばっか警戒してね、あれはあの変なよくわからないポケモン警戒して、バズレックスとかね警戒したらどうたらこうたらなってしまったんで、ここで剣の舞を舞った状態の X レックを出すんですよ。でさらにリフレクがなくなり、これ出会い頭上取ってるんで、これテラスタルする必要になる、ないよ。てかなんか俺のテラスタル悪なんだけど、あれお前なんで悪なの。虫テラにしなかったっけ。はい出会い頭色眼鏡強いよ、まだ参るよ、まだ参るから。剣の舞してるんでね、色眼鏡で悪事の上からも貫通していく。優先度プラスになめんなよ。お前をカウンターで倒す予定だったんだよ。貴様をカウンターでやる予定だったんだよ本当は。かといって後ろにも下げれん、後ろに下げれん。ちょっとでも削ってくれ。ひどい、やってることひどい。ありえないお前やってること。通った通った、えある、通ったならある、まだまだある。えバレパンと全員がする圏内入ってないこれ。どうだ、まだあるぞ。電光石火ないのか、もしかして。いや俺剣の舞なかったら普通にハッサム耐久のルートがあったんだよねこれ。 HB 鉄壁でバレパンマン、おお、いや入った入った入った、圏内入った圏内入った。あ石火ないわ、しかも巨獣さん誰つく、あの聖剣だ。テラスタルなしでも勝てちゃった。 X レッグやるじゃん。バトンも刺さったし、かも両太陽ってやつですよこれが。挑発されても殴れる、挑発切れたらバトンが残ってる。これが虫ポケモンの戦い方なんだよ。これが一回戦でやりたかった俺は。ザシアンにだって勝てるんだから、本当に勝てるんだから俺。いや
まあでもフェアリーテープ強いかなと思ったけど、ザシアン以外が言うて順電近電枠でそんな強いポケモンがいないのか。順当に鋼タイプの方のザシアンの方が強そうだな。オッケー、はい、ボツさん対戦ありがとうございました。はい、それではね、ルーザーズ2回戦目ドラゴン統一と戦っていきましょうか。相手のパーティーシャリザツ知りたいです。ドラパルト、いや思ってたより全然弱い。もっとギラギラとかレッグーザとか詰まってんのかと思ったけど、上2体が弱い。これはまだ付け入れる隙はあるぞってなりましたら、いやどうしようかな。アクタイプいないからベラカスルート、スカーフの、でもバサキング欲しいか。これさすがに捨てる欲しい。いや見せるわ。俺がゴーストタイプを3立てしたこの最強のベラカスを見せるわ。これでいきます。まあチリタリスは多分コットンガード型で、シャリタツはタスキカウンターミラーコートとかそういうのだと思う。あえて、いやこんなね、俺のパーティー見た時バサギリが来るって思うやん。誰でもバサギリが来ると思うので、それであえてステルスロックを巻かれることよりカイリューを出さない、そういうところね。はい、中島さん対戦よろしくお願いします。ドラゴンタイプの辛い星が虫タイプで俺がむちゃくちゃにしてやるよ。トライドン、コライドンって何してくんの。まあ見てこれ、コライドン、コライドンって何してくるんですか。暴れ出してるけど、もうとりあえず壁張るか。フレドラか、フレドラかニトチャだと思うけど、でこれ待って、おいダメだって、ダメだって、そんなことしちゃ終わるから試合。何やってんのお前、終わったやんこれ。終わったやん、終わる、試合終了なんだけど。待って、つまんない、つまんない、つまんないって。それはトライドン、それはつまんないよ、無理だよ、もう無理じゃん、もう初手で次の前で試合終了なんだけど、こんなの、こんなのひどいよ。 まだ分からんくないやろ。モルフォー、モルフォー、モルフォー、なんで鋼テラスタルなんだよこれ。なんか奇跡で耐えろお前、グレドラ、グレいいだろ、すまん、こんなんこんなのもう、やだ、モグちゃん違えてやろよこれ、違う、誰か違う人やろ対戦。お前楽しくないわ、お前とやるポケモン楽しくない、なんで負けてんだよ、なんで格闘タイプ負けたんだよ、その時。ありえない。耐えて耐えて。いや、HB 特化よ。俺のベラカス。なんなら。HB 特化でヒレクターなめんなよ。いや、これ、本当にワンチャン耐えるよ。HB だから。あります。もう一回やらん？もう一回。なんかバサギリいなかった、今バグって観客席にバサギリいたんだけど、見えた今左側にバサギリいたんですけど、どういうこと。何の書で出しても無理やん、こんなん。はい、それでは準決勝見ていきましょうか。あやめ選手 VS 加賀選手、これは飛行統一 VS ゴースト統一だ。大発金玉ギラティナなんだけど、うわ、ゴースト強いな、こうやってみると。で、いや、でも飛行も強い、飛行強い
飛行えぐいわ。アーマーガー以外全部純電金電で固めている。対してゴーストタイプは、まあ、バドレックスとギラティナがどこまで頑張るかみたいなところですね。こだわりメガネバドレックスが全抜きしそうだけど、え、白金玉のギラティナって何すんの？知らないんだけど、あのフォルムのギラティナどういう役割を持っているのか。でもなんだかんだちょっと選出見てなかったんですけど、どの3体をゴーストが選出したのか。このパーティーに刺さってそうなのは、まあ、ミミカスは入れたいところだけど、パワー不足感も否めないですよね。で、加賀からしたら、ボルトロスじゃなくてランドロスを初手で出してくるかどうか。普通のポケモンバトルであればね、ランドロス初手鉄板になるんですけど、それを読んでね、ゴーストタイプがどう出るか。さあ、準決勝やっていきましょう。頼む、ゴーストタイプ統一、お前しかキャプチャーボードがまともなやついないから頑張って勝て。支援で応援。うわ、ボルトロスレイジ出てきた。ミミカス、何型のミミカスだこれ。うおー、明らかに何かしらを意識したミミカスですね。ウッドハンマー採用。小手化けの顔をボルトチェンジ入りゆく。まだ持ち物は分からない。こだわってそうな感覚もありますね。いたずら心じゃないんだよね、レイジュのやつは。アーマーガー、まさかの、まさかの唯一の一般ポケモン枠アーマーガー。で、これはじゃれつくゴツゴツ目とか。ゴツ目対面はかなり厳しいところだが、しかしこれに対して一応このミミッキは打点は持っている。呪いがあるが使う。ここで呪いを切っていった。何意識のウッドハンマーなんだろうな飛行タイプに対してウッドハンマーが刺さる姿が思い浮かばないんだけど、他のタイプの対策をしてパーティーの変更が間に合わなかったのか。アイアンヘッド。さあ、お互いに2体ずつ割れていますけど、呪いが入ったアーマーガーを残すのかどうか。アイアンヘッド、鉄壁、ボディープレス、羽休めとか、そういう一般的なアーマーガーですかね。したら、ここで金殿2体。金殿2体、どっちを出すか。悩んでいる。いや、でもバドリックスが、なんか全抜きしそうな感じもあるぞ。悩んでいる。後ろがボルトロスだから、なんか、いや、ギラティナの、待って、ギラティナの技構成がやばいギラティナの技構成がやばいです。人馬一体でとてつもない技構成した。さあ、アストラルラビットをここは容赦なく打っていくか。相手の振り方次第では耐えるのか。呪いのダメージ込みだったら耐えないと思うけど、いや、メガネだからさすがに耐えない。メガネは耐えない。引っ込める。残り1体が飛行タイプ何なのか。わー、いや、ちゃんと対策でファイヤー入れてる、偉い。ファイヤーしかこれを受けるポケモンはいなかったが、ここでファイヤーが出てくる。直帰ではなさそうか。食べ残し、耐久型ファイヤーだ。いや、これは分かんないぞ。いい勝負だぞ、めっちゃ。しかもファイヤーに対して何も打点がない。いや、ファイヤーつらい。これはもうゴリ押して捨てていくしかない。ギラティナが3立てするしかなくなったか。結構でもいいダメージある。うわー、逆勝、バークアウト。え、急所、急所じゃない、バークアウト。バークアウト、いくら逆勝が入ったといってもどういう振り方してるんだこれ。うわー、これはもうきついどころの話ではなくなりましたね。たたり目流派ギラティナじゃあ、あ、そうか、4倍か。そうだ、あいつ勝手に俺なんか草タイプ、草ゴーストかと思ったけど、エスパーゴーストだ。あいつの草タイプ入ってそうか、やばい、そりゃ死ぬわ。で、ここで白金玉のギラティナが出てくる。いや、でもファイヤーが耐久型の可能性はあるんですよね、食べ残し持ってるんで。上から電車わかんないぞ、これはオリジンのメリットが出てくるか。さあ、電磁波たたり目、うわある。だが、しかし後ろのボルトロスは蓄電なんで電磁波は入らない。
ファイヤーさえ落としてしまえば分からないぞ勝負は。これは勝負は分からなくなってきている。いや食べ残しで逆上が2回発動するな。すげえ HP 調整がいい感じになっちゃってますねこれ。落とせるか。いや硬い、まずい。あれワンチャンある、ワンチャンあるぞこれは。一回でもバックアウトをもらってしまうともう厳しい戦いになってしまう。いやでもこれは殴るしかない、竜の波動で。ヘラスタルがね惜しい。うわあ絶望の絶望の眠る。羽休めって没収されたのかなこいつ。竜の波動ワンチャン、おっ急所、ワンチャン眠っているのならゴーストテラステルたたり目の方が入るのか。見事えぐすぎるえぐすぎる。いやこれはちゃんとしっかり考えに考え抜かれたファイヤーだ。ゴーストタイプをメタリにメタった。特殊のやつにはバークアウトで下げて、 A が高いやつにはイカサマでどうにかしようっていう、そういう方ですね。いやーいやまだでも二度寝をする可能性はありますよ。眠る二度寝運はいいよ。ただ次の竜の波動でギリ持っていけない、いやギリどころか全然持っていけそうにはない。テラスタルが機能しませんね。もう一度急所に当てればワンチャンあるんですけど、でここでファイヤーはもう起きることが確定しているので、なんならバークアウトで逆上3段階入ってるんで終わりですかね。竜の波動急所があれば勝負分からない。やべえ、コーランス相当コーランス引いたんじゃない今。白金玉の力出たか。そしたらボルトロスクルー、ただきつい。テラスタルが切れない、切りたくてもテラスタルが切れません。鬼火が入る相手でもない。まあおそらくこだわってるでしょうね。テラスタル切るのか。いやー電磁波が効かないのがねきついですよね。あーもうテラスタル、もうテラスタルで打ちに行くしかないが、相手もテラスタルを切っている。電気テラスタルかな、アクテラスタルメタメタにメタってるゴーストタイプを全圧倒的にメタってる。ガンメタです。いやこれはもう何が起ころうと価値はありませんね。結構頑張ったんだけどなギラティナ側、相当上振れは引いたけど、テラバーストなるほど。いやこれは見事、おめでとうございます加賀さん決勝進出、これは見事だ。ちゃんと全部対策が生きてたね。ゴーストタイプね、なんか見た目は強そうだったけど、ファイヤーが肝だったね。あのファイヤーがいなかったらバドレックスで全抜きあったけど、ファイヤーがどうしようもなかったね。いや飛行タイプちょっと強いわ。他のサブメンバーの4体が楽しみですね。どういうパーティーに入れ替えてくるのか決勝で。はい、それではねちょっと決勝戦今からやっていきたいんですけど、あの前代未聞の問題が起きました。マジでやばいです何が起きたかというと、まあ、両方ともキャプチャーボードがなくて、いろいろとねどういう感じで決勝をお届けしようかって、まあ、視聴者と相談して決めたんですけど、あの直撮りもねうまくいかなかったんで、僕がレンタルパーティーでラジコンすることになりました。この悪タイプ統一の人が俺と一緒の通話に行って、でなおかつ俺の声は聞こえてません。なぜかというと俺は実況しないといけないから実況で相手のパーティーとかポケモンの情報言ってしまうんで、それが聞こえないようにミュートにしています。
でこっから先は俺は実況しながらこの人が言ったことを的確に聞きながらラジコンをしていかないといけないので、まあちょっとねやばいです。はい、ということで決勝を見ていきましょうか。悪タイプ VS ゴーストタイプ、何を選ぶのか。俺の声がうるさくて指示聞こえないっていうのが一番最悪だからな。相手がうわサンダーになってる。ギャラサンダー変わりましたね。ガラルサンダー。悪統一はやっぱこれね、4階のイーユイ、パオジアン、ディンルーが入っていますけど、まさかのアローラベトベトン採用。時間見えな、ディンルーパオジアン時間見えないらしい。なんでディンルー、あ、ちょうどあれと対戦画面とかぶってんだ。パオジアンディンルー、パオジアン、そして残り1体何を選ぶのか。さあ肘掛け選手、上の決勝のあれと時間が見えない。残り35秒といったところで俺の声は聞こえない。いや、いいゆいかな、いいゆい、いいゆいかな。3階で行くのか悩んでいる。いいゆい、いいゆいで、いいゆいで、いいです。いいゆいで、本当にファイナルアンサーか、ファイナルアンサーなのかこれは。いや壁張りたいけどな。ちょっとしてるか。オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケー、オッケー、オッケー、行きましょう。じゃあさあ決勝戦、時間見えないの、時間は見えない。時間もここはもう俺が何を言ってもこういうのは聞こえない。さあプレミアム肘掛け、肘掛けの一人実況が始まっていく。俺も俺で緊張してる。決勝戦、肘掛け選手 VS 加賀選手やっていきましょう。さあ初手お互い何を出すのか。サンダーから来ても悪タイプ統一にはそれはサンダー出てきますよね。初手ディンルーはプラスをしてください。プラスをしてください。はい、プラス、ありがとうございます。ここはどっちが何をさせて、パオパオ、いいよいい、ポケモンはこうなっております。リンルーはステレスロックを巻くのか。めっちゃこれ初めての選手なんだけど。悩んでいる。やばい、30秒しかない。ギリギリで言わないでほしい。ステローは待ちたいけど、ステロ時間あるな。ステロを押すのか。テラスタル、テラファースト。いいですね。オッケー。はい。聞こえてないのに会話が成立している。まさかの、まさかのディンルーでテラスタル、テラファースト。あ、びっくりした。自分じゃないから、テラス相手したかと思った。エアリーテラスタルでリンルーがやりタイプになっていく。マジで。さあインファイトは受けていく。これは美味しい。 BD ダウンが美味しいですよ。サンダーはタスキを持っているのかどうか。しっかり目立っていますね。これは格闘タイプを。ここでサンダーを落としたら相当でかい。どうなる。タスキを持ってるか持ってないか。持っている。さすがにタスキは持っている。ここはちょっとテラスタルがね、無駄に切ってしまった場面にはなってしまうのか。落とすのか、テラバで落とすのかどうか、悩んでいる。捨てろ。あ、ちょっと待って、悩んでいる。プラス。素材ですね、これ。キアンタスキと思うけど素材です。素材でした。さあ、ステレスロックは確かに。ステロだな、ステロ。相手のパーティーにステースロックはガウン刺されしております。 OK です。やっぱスダイか、マジか。サンダーからこちらに対しての有効打は大してないように見えますが、雷鳴切り押してきた。 B ダウンを狙ってますね。ただ硬い。うわ、これはステースロックでダメージを稼げるのはでかいんじゃないか。防御を下げて後ろにつなげていこうという、そういう考えですね。フェアリーテラスタルのおかげで相手への圧がかかって交代をしづらい状況をうまく作れている。テラバーストです。さあここはテラバーストを打っていくか。さあディンルー選手テラバーストを打っていくのか。プラス見ときたいです。プラス見ときたい。オッケー。うわ、それやばいかな。あ、全然大丈夫。ここは何事もなく突破しました。いや、お相手後ろの飛行は何が出てくるのか。何が出てくるか。ここでお盆の実をもぐもぐ食べていく。ステレスロックが巻いてある関係上、状況が有利なのは悪タイプ統一の肘掛け選手に見えますね。
さあ後ろ結構きつそうだぞ。俺フェアリー・ディンルーがめちゃくちゃ刺さってる。このねタイプ統一でしっかりテラバーストまで厳選してるのは偉すぎますね。レックーザが出てくるか。いやでも B が下がっているんで、これはなんだ、エネマルス。うわまさかの、ただバカ力は封じている。天の弱ポケモン見てもらって、天の弱のバカ力は封じております。さあ悩んでいる、お互いどう動くか。戻ってプラスをして、天の弱を持っている以上ラブラトスは殴ってくるというところしかあまりイメージはありませんが、戻って EU 出しって EU 出しで、ここで肘掛選手 EU 出しを選択。 EU 出しのキス。 EU に対してラブラトスがやることがあるのかどうか。引っ込める、肘掛選手引っ込めていきます。さあここの EU がどういう方なのか注目ですね。バカ力マジか、まさかの押してきて、これ読まれたのか、それはマジか。ディンルーに対してバカ力で押してくる、命の弾ですね。 AB がアップしています。ここは後ろディンルーをまた出すのか、それともまだ見ぬ3匹目が出てくるのか、どちらが出てくるか、状況は五分かと思いきや、待って、いやきついな。テラスタルを切っている肘掛け選手が若干不利か。ディンルー合わせてもらって、あ、まあディンルーからで、さあ出てくるのが、ここでディンルー、ここでディンルーが登場します。先ほどディンルーに対してバカ力を打ってきたラブラトス、パストロフィーかな、あ、プラス1回押して、相手のパーティー残り1体が気になるところです。どういう方なんでしょうか、直球を切っている可能性もある。カタストロフィー、ディンルー側がやることはなさそうですね。ここ OK 当たってくる、バカ力で押してくる、あくまでもバカ力を選択。これレンダだからこだわりか、お互いに有効打はない可能性ありますね。さあ命の玉で削られてカタストロフィーで絶妙にテラバースト圏内には入っていないか。頑張った、 B が2段階上がっているんでね、いや倒せなさそうだな。これはテラバースト圏内には入っていない。ただ相手側も有効打がそうですね、分かりきり上げられた。このままバカ力で押してくるのかどうか。ムーンボルト持っている、うん、えちょ、ただ命の弾のダメージが噛み合って B を上げないのであればこのまま持っていけるかどうか。持っていった、テラバーストで持っていった。オッケーこれは残り誰だ、レックンさんはステルスロックが刺さっている。さらには残り1体、まだ見ぬ1体がパオジアンだった場合、かなり有利に状況を運んでいます。さあここはまだテラストラを切ってない相手の行動に注目されますか。まあ、高上テラバースト、カタストロフィーかテラバーストか、どっちを打つのか悩みどころですね。これはテラバーストが必須が強制るか、ただ鋼とかのがいい、鋼とかもしてほしい。ノーマル神速だ、ノーマルテラストラ神速です。これはもう神速から入ってくるのか、神速入ってきた、落ちた。ディンルーは硬いで有名だから、さすがにこの HP は耐えるわけもなく、まだ見ぬ一体が、まだ見ぬ一体が何なのか。さあここで肘掛け選手が出していくポケモンがパオジアンです。パオジアンが出てまいりました。神速で縛られている関係上辛いんじゃないのか。この1対1のやり合い、欲ある、いやないよな、
聖剣、聖剣、聖剣。欲は切ります。パオジアンが聖なる剣を持っているかどうか。そういうところで話が変わっている。神速耐えるのか、神速を耐えるのか。パオジアンが神速耐え、出題していく。出題。もう助けじゃなく出題。持っていったまずは1本取ったのはアークタイプ統一の肘掛け選手、おめでとうございます。これはちょっとパオジアンの持ち物が助けだったかどうかで変わりますね。素晴らしい。まあでも決勝は2先なんでね、次にパーティーを変更するかどうかちょっとお互いに確認していきましょうか。はい、そうだね。決勝戦2回戦目、今度は加賀選手のラジコンに僕がなることになりました。なんでね、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、パーティーはお互い変わらず、相手は、あ、変わってはない、変わってないですね、両者両者ともに変わっていません。さあ、ここで何を選択するのか。さっきのサンダーラブラトスのね、線は悪くなかったと思うんですけど、レックザこだわりハチマキだったのか。これは初手サンダーで、初手サンダー来ました。で次にラブトロスで、さあ、センスは変わらない模様。まさか、これ出てる情報分かんないふりして実況して。最後レックーザーでお願いします。もう出てる情報は既存、はい、完了でお願いします。完全にもう見て、僕はもう知ってる程度して話します。もう無理なんで。さあ、全くセンスは変わらない、何もセンスは変わらない。さっきのは初手のディンルーにフェアリーテラストルで破壊されたんだと、そう言わんばかりの強気の選出。そしてこれで肘掛け選手が変えてくるのかどうか。まあでも技の変更や持ち物の変更はありなので何か変わっている可能性はありますね。先ほどのパオジアンが気合の助けだったかどうかわからないというところが根性大したんだね。なんならサンダー側もこれ気合の助けバレていません。お互いに根性大してるせいで気合の助けが誰を思ってるかわからない状況。これはなかなか面白い戦いになるんじゃないか。このまま悪タイプが華麗に優勝してしまうのか、やっぱり4階がこのゲームにおいて最強なのか、パルディア地方の意地見せてほしいですね。それでは決勝戦、2戦目、肘掛け選手 VS 加賀選手対戦よろしくお願いします。初手、肘掛け選手はオーロンゲ、これは壁を張りに来たんですかね。壁張りロンゲか、何をしてくるロンゲなのか。さあ、お互い初手はどう動くか。電磁波を撒いてくる可能性もありますね。ラブトロスに交代してください。初手はさあ、ラブラトロスに交換を願う、はい、癒しの願い持っていますね。ここでラブラトスが出てきて積みに行くスタイルなのか。さあ、それに対して相手が取ってくる行動、リフレクター壁から入ってきましたね。さすがに光の粘土を持っていると思いますが、プラスボタンをお願いします。ラブラトスの持ち物が命の玉、これは先ほどと変わらないですね。積みの起点にできるかどうか。バカ力の一環はでもどう考えてもすごい。相手に銀ルーが入っていなければまたフェアリーテラストルで返されるようなことはない。ただ初手で出てこなかったということは、これは銀ルーいない可能性ありますね。テラスタルしてください。テラスタル選択ここできました。テラバーストお願いします。まさかのテラバースト、ここでまさかの鋼テラスタルのテラバースト、これは私も予想外です。バカ力を打つと思いきや起点にするという考えではなさそうですね。鋼テラスタルのラブラトス、これはどうなるんだ。光の壁、両壁、電磁波は後回しですね。ワンチャン電磁波を持ってない可能性もある。さあ、肘掛けテラバーストをリフレクでどれぐらいのダメージ乗せれるか、半分入っていますね。命の玉のダメージ込みでちょうど半分。さあ、ここをどう動くか。バカ力をもちろんテラバーストでお願いします。バカ力を積むと思いきやテラバーストで突っ張っていく。電磁波入りました。ここで鋼テラバースト、先にテラバーストを切った方が辛い戦いになってしまいそうだ。おっと動かない。これは、いや、しかし壁ターンが、逆に壁ターンを稼げて美味しいのか。パスボタンお願いします。
相手のパーティー鋼テラスタは刺さってはいそうですけどね。ただムーンフォースの一貫も素晴らしい。ムーンフォースとテラスタルの鋼のやつどちらかっていうのか、相手のテラスタルまで警戒すると。バカ力お願いします。ここはバカ力を選択。ちょっとでもターン、お、バカ力がこれは何かには刺さる。ベトベト以外だったら間違いなく刺さる。またしてもいい。うますぎるこの男。ここで EA バックを読み切って、そのために鋼テラスタル釣ったのか。ただしかし今回はリフレクターがある分一撃では持っていけない。悩ましい対面。相手のイーユイが何の持ち物を持っているのか。麻痺っているので素早さは上を捉えている。ここで交代をするかどうか悩みどころですね。いやこれは勝負がわからない。若干壁がある分有利に見えるのは肘掛選手。テラスタルも温存しているんで、ここでポケモンを交代するかどうか、捨てるのか、かなり悩ましいところである。残り時間がなくなっていく。まずい。え、何も聞こえない。やばい。バカ力お願いします。バカ力、安心した。ワンチャンなんかノイキャンで何も聞こえなくなってるかと思ったけど、身代わり。なんだ、何を食べている。カムラの実イーユイ、カムラの実イーユイが全抜きを。うわあ、ここで体がしびれてしまう。非常にまずい。これはかなりまずい。僕のロムのせいなのかこれは。俺のロムがまひりやすいという、そういうあれなのか。それが出てしまったか。身代わりさえ壊してしまえばいい。神速圏内には入っているんですよ。バカ力でお願いします。あくまでもバカ力で押していく。火炎放射耐えることはできないでしょう。さあ、いやだがしかし後ろの戦術次第ではまだありますよ。イーユイテラスタルは向こう切っていないので、テラスタルでの一貫が作られてしまうとかなり厳しい流れになる。さあどちらを選択する。じゃあレックーザでお願いします。選択するのはレックーザ。このレックーザの方は相手にバレていますからね。ノーマルテラスタルというのがバレている。一撃はもらってしまうでしょう。問題は残り1体相手が何を持っているのか。神速で、ここで強気に神速を選択。ノーマルテラスタルはなそうです。鬼火などがあった場合がかなり辛い展開になりそうだが、どうする。悪の波動、いや半分入らない。もう一度神速で。これは神速が一貫してるのか。後ろに後ろに神速が一貫していそうな流れ。どうする、受けれるか。秀掛け受けれるのか。引っ込める。ここでテラスタルを切っていないことが火力に影響を与えるかどうかわからないが、一旦オーロンゲを捨ててきた。いい余裕は残しとく考えですね。さあここでリフレクターがなくなるが、神速の優先度の方が高いので、もう一度神速でお願いします。このまま神速で全てを破壊するレックーザ。こだわり鉢巻き神速、結局そういうゲームなのか。だいぶ厳しい盤面にはなってきていますね。残る問題としては、後ろパオジアンとディンルーが出てきました。またしても先ほどと同じ対面。ここ照らしたら切るかどうか読み合いですよ。神速で照らしたら切るかどうか読み合いって言ったけど、こっちはもう照らしたら切っていました。どこまで神速で押せるのか。パオジアンはしかし
先ほど神速耐えましたからね。テラスタル神速を耐えているんで、おそらく H 振りでしょうね。バオジャン HA の完全縛り型悩んでいる。お互いにこれで失ったポケモン、イーヨイは虫の息なので残ってる1体が両方持っていけるか。テラスタルを切ってくる。何テラスタルだ。ゴーストテラスタルだ。まさかの、いやこれはさっきもゴーストテラスタルだったのか。この対戦用に変えてきたのか。このゴーストテラスタルは痛すぎる。さらにはサイコファング、サイコファング、氷技を持っていないのか。サイコファングってなんだ。さあ残りのポケモン、このまま神速はレックザは捨ててしまうのか。後ろの交代を読んでのサンダー闇のサイコファングだったんでしたかね。これは神速でお願いします。ここはもう捨てるしかないようです。後ろのサンダーまで読んでのサイコファングだったらかなりお見事といったところ。ダメージから見てこだわり始まっていうのは分かったんでしょうね。 うるさすぎますね、なんかサイコファングの音。さあラスト、ここで出てくるのがサンダー。素早さ関係はただ相手の振り方次第だぞ。ブレイクバードで振り方次第では分からない。まだ勝負は、いや上を取れている。耐えるがブレイクバードの反動分は耐えないでしょう、これは。ということで第1回 MKR タイプ統一杯優勝はアクタイプ使いの肘掛け選手です。おめでとうございます。素晴らしい。やっぱパルディアのポケモンって強いんだ。しっかりディンルーとパオジアンとイユイ全てが活躍した勝利でした。おめでとうございます。いやー、アクタイプか。うわ、俺2回戦目でアクタイプに当たってたらな。俺がアクタイプと当たってたら虫タイプでね、くしゃくしゃにしちゃうところだったんですけど、見事勝利したのは、肘掛け選手ということで、まあね、今回はタイプ最強決定戦やっていったんですけど、いや最後ちゃんとうまかったな2人とも。結局残るやつは猛者ばかり。この大会のためにテラスタルとか変えてるのがいいですよね。まだね、ちょっと今後も他のねテラスタル杯をやっていきたいの。テラスタル杯じゃない、タイプ統一杯、他のタイプいろいろとやっていきたいと思っているので、まあ例えばトレーナー決定戦とかリトルリーグとか、いろんなルールの特殊なルールだけどガチ対戦っていうの、まあ、指を振る対戦みたいな完全カジュアルもあるんですけど、特殊ルールなおかつガチ対戦っていうのをね、いろいろ開催していこうと思うので、こういうルールがやってほしいとかあったらぜひねコメントにしてもらえれば何かと採用していくと思います。ではでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の大会を楽しみに。